JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。皆さんは日本の相撲が1980年代のイギリスで大流行となっていた事実をご存知でしょうか。これは海外のとある掲示板で、子供の頃のヒーローはというお題でコメントを募ったところ、イギリス人男性が子供の頃日本の相撲が大好きだった思い出とともに、当時ファンだった千代の富士をヒーローとして挙げたことで発覚しました。千代の富士を子供の頃のヒーローとして取り上げた投稿には多くの賛同のコメントが寄せられており、相撲と千代の富士の人気ぶりがわかります。当時相撲はイギリスの第4のチャンネルとして開設された公共テレビ局チャンネル4で放送されており、子供から大人まで幅広い世代が相撲観戦をしていたようです。千代の富士は1970年代から1990年代初頭にかけて活躍し、第58代横綱となった大相撲力士です。本名は秋元貢で北海道出身、幼い頃から運動神経が抜群であったことから陸上競技の有力選手でした。少年時代は相撲に興味のなかった千代の富士でしたが、盲腸となったことをきっかけに人生に転機が訪れます。当時盲腸の手術を受けることになったものの、千代の富士の腹部の筋肉が分厚すぎたため手術に時間がかかり、手術途中に麻酔が切れるという事態が起こりました。しかしこの時その痛みに必死に耐える千代の富士の姿を見た院長は、当時九重部屋の北海道後援会世話人であった若狭龍太郎に力士候補としてアプローチしてはどうかと連絡をしたのです。そこから千代の富士に対する相撲界からの猛アプローチが始まりました。アプローチを受けた少年時代の千代の富士は、両親の反対もあり一度は相撲の道を断っていましたが、とりあえず東京に行こう、入門するなら飛行機に乗れるよ、中学の間だけで相撲を考えてみてはどうかと九重からの誘いに心を揺るがせます。どうしても飛行機に乗ってみたかった千代の富士はその言葉に負け、家族の反対を押し切る形で九重部屋に入門を決めました。その後は中学3年生となる1970年9月場所初土俵を踏み、翌11月場所序ノ口につき大衆元と改名。1971年1月場所序二段に昇進すると千代の富士と名付けられました。学生時代は九重部屋に入門する前から続けていた陸上や学業との両立に悩みながら、一旦は相撲をやめる決意をするものの、相撲に集中することを決めた秋元少年。小さい体ながらも投げ技を得意とし、着々と昇進していきました。優勝回数は史上3位となる31回、また1988年夏場所から53連勝を記録し、1989年には各界初となる国民栄誉賞も受賞するなど、国民的な人気を誇っていました。そんな輝かしい成績を放ち、日本での人気も高い千代の富士は、外国人たちからの人気も高く、その人気ぶりがわかるコメントが海外から多数寄せられています。早速その中からいくつかご紹介していきます。昔は土曜の朝に相撲やってたよな、いつも楽しみにしてたけど、なんでこんなに夢中になって相撲観戦してるんだろうって思ってた。僕の知り合いに日本人がいるけど、その知り合いも日本で相撲を見たいって言ってたな、それほど相撲は人気なんだよ。私も子供の頃テレビに釘付けになって相撲を見ていた。千代の富士が一番人気だった。千代の富士は印象に残ってる。体は小さいのに自分より大きな相手と対戦する姿に勇気をもらったわ。だから僕は彼を尊敬してるよ。相撲中継はチャンネル4の最高傑作と言っても過言ではないね。あの頃は相撲がテレビで見れたんだよな、懐かしいな。子供の頃はテレビで相撲を見ていたけど、大人になってから日本に行って生の相撲を見たことがあるんだ。すごい迫力だったよ。ただ相撲は一日中続くから観戦に一番体力を使ったね。あの頃はみんながチャンネル4で相撲を見ていたよね。中でも千代の富士は一番体が小さいのにパワフルだったことを覚えている。ウルフって呼んでたな。千代の富士って土俵にいるときは小さいんだけど、実物を見ると筋肉ムキムキですごい肉体なんだよね。あのギャップが最高だった。今回英国で話題になった相撲、ある英国人男性はこのように話します。
アメリカの人々には信じられないと思うけど、1980年代イギリスでは日本の相撲を見ることが大流行したんだ。子供の頃のヒーローは千代の富士だよ。このコメントからもわかるように英国での相撲人気の高さがうかがえます。日本でも近年若い女性のファンが増えており、スージョという言葉が広がりました。海外だけではなく日本国内でも伝統的な相撲が若い世代にも広がり、盛り上がりを見せ人気を博すのはとても嬉しく思います。そもそも相撲の起源は何にあるのでしょうか。相撲は力比べや取っ組み合いから派生した伝統的なスポーツです。各国にも相撲と似たスポーツは行われており、日本では古事記や日本書紀の中に出てくる宿根、気早がその起源とされています。その後相撲はその年の豊作を願う儀式となり、さらに宮廷行事として300年続くものとなりました。武士の時代には相撲は武士の訓練とされるようになり、安土桃山時代には織田信長が相撲を愛好し、各地から力士を集めて相撲大会を開催するようになり、そこで勝ち抜いた力士を家臣として迎えるということもあったそうです。江戸時代には浪人や力自慢をする人たちの中から相撲を職業とする者が現れ、江戸時代中期には定期的に相撲が興行されるようになっていました。時が経つにつれ三大強豪力士といわれる谷風、小野川、雷電が現れ、相撲人気は急加速し、相撲というスポーツの基礎が確立されます。その人気ぶりは当時の歌舞伎と匹敵するほどで、一般庶民からは娯楽の一つとして見なされるようになりました。このような動きの中で相撲のルールが体系化され、日本特有の伝統あるスポーツとして形成されていきました。現在の大相撲には外国人力士も増えていることから、海外での相撲人気も高まりを見せています。出身国もモンゴルを筆頭に、ジョージア、中国、ロシア、エジプトなど広がっており、その人気は各国に広まっていると言っても過言ではありません。現在では外国人力士は幕内だけで全体の3割を超えるほどです。世界には相撲とは多少ルールが異なるものの、モンゴル相撲や韓国相撲などよく似た格闘技が存在しています。そのような背景もあり、相撲の競技人口は10万人ほどいると言われています。アメリカで2001年から開催されている相撲の国際大会には10カ国以上から50を超える力士が参加しており、観客も4000人を超える人気ぶりを見せています。このように海外でも人気を博している日本の相撲について、さらに多くのコメントが外国人たちから寄せられています。そんな声をさらにご紹介していきましょう。海外の反応。僕はロンドンの女性と結婚したんだけど、彼女と出会った時、相撲の話が共通の話題になってとても助かった思い出があるんだ。当時テレビで本場所が放送されてたんだ。またチャンネル4で放送してくれるといいんだけどな。当時は寺尾のファンだったけど、千代の富士のパワフルさにはいつも元気をもらっていたよ。懐かしい。私もテレビで見てたわ。当時は楽しかった思い出があるわ。昔学校で相撲ごっこをしてた。怪我人が出て禁止になってしまったけど。僕がテレビで見てた時は夜にやってたと思うんだよな。相撲を見るのが楽しみで仕方なかった記憶があるよ。相撲のポーズをしたフィギュアを何個も作るのにハマっていた時期があったわ。まだ子供だった僕に力士たちはいろんなアイデアを与えてくれた。確かにイギリスでは一時期みんな相撲観戦に釘付けだったね。相撲と聞いて頭に浮かぶのは小錦と朝日富士だな。私は寺尾が好きだった。どの力士も戦い方に個性があって面白いんだ。相撲といえばウルフだよ。私も子供の頃は千代の富士が大好きだったわ。相撲は昔はチャンネル4で放送されていたもんね。今思うと平和な時代だったな。めちゃくちゃ懐かしい。千代の富士が大好きだったな。周りの友達もみんなウルフのファンだったよ。なぜみんなが千代の富士を応援したくなるかって、小さい体で自分より大きい相手に果敢に立ち向かっていくところなんだよね。本当に強靭な力士だよ。千代の富士も好きだったけど、私は寺尾も好きだったわ。僕は昔ロンドンで開催された相撲を見に行った時、本物の力士たちを目の当たりにしたんだけど、力士の体って本当に大きいんだよ。あけぼののファンだった。1990年代には
日曜日の夜に放送されていた。確か有名なコメディ番組などに放送されていたから、そのまま見ていていつも釘付けだった。1980年代は僕も相撲を見ていたな。テレビに食らいつくくらい夢中になっていたな。昔私は日本にいたことがあって、日本で相撲を見ていた。何よりも相撲を見る時間が楽しみで仕方なくてテレビに張り付いていた。僕は今でも NHK で相撲観戦は欠かさないね。一度見始めると見続けちゃって沼のようになるんだ。相撲ブームって1990年代のことだったかしら。昔のことすぎてよくわからないわ。相撲禁止令が出されたのが僕の学校だけじゃなかったって知ると面白いね。どこでも同じ状況だったんだな。私はフランスに住んでいるけれど、1990年代にはフランスでも相撲ブームが起きたよ。確か当時のシラク大統領は熱狂的な相撲ファンで、フランスでも相撲を流行らせたの。子供の頃、チャンネル4が出した相撲本がどうしても欲しくて、両親に相撲本が欲しいって頼み込んだことが懐かしいな。今でもその相撲本は大事に持っているんだ。あの時のテレビは絶頂期だったな。相撲場所を1週間放送するテレビもあったんだ。今ではありえないけど、その時代に戻ってくれると嬉しいな。さて、外国人たちの相撲に対する反応はいかがでしたでしょうか。コメントの内容から海外での相撲人気の高さが伝わります。また日本でも人気だった千代の富士がイギリスでもこのようにファンが多いというのは嬉しいことです。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。